新庄剛監督の挙手に激震、日本ハムの指揮官の運命は、任意の大健闘も契約の行方が見えず、辞任のタイミング、OB の厳しい意見と球団の姿勢が明らかに、日本ハムの新庄剛監督、50人の来期続投の可能性について、現在のところ、はっきりしない複雑な状況が続いています。新庄監督はは契約は毎年ごとと言いつつも 実際には就任当初から3年間の任期が保証されていたというのが通説です。今シーズンで3年目を迎え、シーズン終了後に来期の続投があるのか、それとも契約満了で退団するのかが注目されています。元放送局の関係者によると、チームの現状を考慮すれば続投の可能性が高いと思いますと語っています。2年間の再開から A クラス入りを果たしたのは大いに評価されるべきです。現在。 27日付で2位に位置していますが、たとえ3位に転落しても、チームを立て直して A クラスに戻した実績は変わりません。2021年オフに就任時から、目標は優勝と語っており、来季にリベンジを果たすと宣言すれば、続投を支持する声が多いでしょう。そもそも、日本ハムのクライマックスシリーズ、CS 出場は2018年が最後であり。 6年ぶりに CS 進出に導いた指揮官を解任するのは考えにくいです。もし解任すれば、ファンからの反響も大きいでしょうから。一方で、日本ハム OB たちは続投に対して懐疑的な見方をしています。球団は続投の方向で動いているようですが、新庄監督自身が退団の意向を示した場合は別です。確かに今シーズンの成績や育成面での評価は高いですが、優勝は容易ではありませんし。 来季に順位が下がれば、新庄監督では優勝は無理との批判が噴出する可能性もあります。現実的には辞任のタイミングとしてはちょうど良いかもしれません。新庄監督は気まぐれで飽きっぽいところもありますが、不義理はしません。3年間の契約を全うすれば、そこを持って対談しても義理を欠いたことにはなりませんからね。球団も新庄監督が g を示せば、無理に引き止めることはしないと聞いています。 球団としては、新庄監督のアクションを待っている状況です。シーズンがすべて終了するまで契約の話はしないと思いますよ。そのあたりはしっかりしていますから、前室の OB 団とのことなので、結論が出るのはまだ先の話になるでしょう。新庄監督の動向に対して、周囲は不安と期待が入り混じる状態です。ファンの反応確かに 新庄監督の性格を考えると辞任の可能性もありそうです。優勝を狙っていたが、責任を取ってやめますとか、B クラスに落ちた際も同様の発言をするかもしれません。日本シリーズに出場しても満足だと言って退任するかもしれませんね。ただ、このままいけば来シーズンには彼が大好きなオールスターにベンチ入りできるため、続投の可能性も感じます。 ぜひ続投してほしいです現在115試合を終えて昨シーズンの勝利数に並んでいるのも驚きですチーム作りには3年かかるとは言いますがここまで仕上げてきたのは新庄監督の手腕ですもちろん周囲でサポートしているコーチや裏方の方々の存在も大きいですがやはり注目されるのは新庄監督でしょうシーズンはまだ終わっておらず選手やファンも優勝を諦めていません 私は新庄監督の続投を希望しますただ、監督業はやはり厳しい仕事ですので、残りのシーズンで勝ち星を積み重ねてほしいですね。正直なところ、新庄監督の気持ち次第でしょう。3年で一区切りとし、辞任するのか、あるいはやり残したことがあると言って続投するのか、個人的には続投を希望します。今まさにチームが上昇気流に乗っているのに、ここでやめるのはもったいないです。 新庄監督のような影響力のある指導者が退任すると、好調なチームや選手もまた変わってしまうでしょう。何より、今の日本ハムは強くなっただけでなく、楽しそうにプレーしています。選手も首脳陣も明るく楽しそうでありながら、プレーは真剣そのものです。新庄監督のスタイルが体現されたような野球で、見ていて応援したくなります。これもまた、監督のチームへの魅力だと思います。 監督就任前はどうなるかと不安視されていましたが停滞していた日本ハムが強くなった理由には彼の手腕が確実に寄与していると思いますできればこのまま野球界に関わっていてほしいですねテレビでの活躍も良いですが新庄さんはやはり野球をしている時が一番魅力的だと感じます新庄監督のレース登板予告は心理戦かそれとも冗談か 日本ハムの新庄剛志監督が発信した一連の冗談が、チーム内外でさまざまな憶測を呼び起こしている。現在、パ・リーグで2位に位置する指揮官は、25日に自身のインスタグラムを更新し、フラン・ミル・レイエス外野手29がカブス時代にマウンドに立った映像を添えて、27日の楽天戦での先発登板をほのめかした。しかし、実際にはその予告は実現しなかった。 新庄監督は助っ人選手の登板について軽く笑い飛ばしているが、その背後には心理戦の意図が潜んでいると考えられる。この発言は、新庄監督独自のかく乱戦術の一環かもしれない。25日のソフトバンク戦、エコ今後、新庄監督は明後日の楽天戦に先発させるのはレース、モーレです。皆さん、期待してください。彼はやります。と発表し、 カブス時代の投球映像を添えてレースの登板予告を行ったさらにレースも監督の投稿に対し準備はできていると応じたため球界関係者やファンの間で本当に登板するのかと期待と不安が入り交じり大きな話題を呼んだしかし26日に発表された先発予告では金村選手が当日のマウンドに立つことが明らかに27日の楽天戦前に記者団に応対した新庄監督は インスタ発言の真意について、先発登板とは書いていなかったでしょう。この大事な時期にレースが登板するはずがありません。投げさせるとは言っていないと、この発言が冗談であったことを強調した。さらに、もし15対1で負けているときに投手を使いたくなかったら、上、川端君を投げさせるかもしれません。でも、この状況で話題を作るには良いタイミングでしたねと、満面の笑みで明かした。確かに チームが熾烈なクライマックスシリーズ進出争いを繰り広げている中、野手のレースを登板させるのは常識的に考えてもありえない。しかも、レースは27日現在で19試合連続安打を記録しており、刺激を与える必要も感じられない。は、なぜこのような状況下で新庄監督は冗談を発信したのか、チームの周辺では純粋な遊びと捉える意見もある一方。 今後のクライマックスシリーズや日本シリーズを見据えて、心理戦を展開し始めたのではないかという見方も強い。以上監督は独特の発想の持ち主であり、無意味なことを好まない、時折見せる奇策や衝撃的な采配も何らかの意図を持っていることが多い、故に、球団 OB の1人は今回の件を冗談だけとは言い切れないと分析している。レースの、 当番予告をクライマックスシリーズや日本シリーズに向けた陽動作戦と捉えるならば理にかなっています彼の登板可能性を示唆すれば他球団はそんな起用法もありうるのかと警戒し動揺することが予想されます仮にクライマックスシリーズを勝ち進み日本シリーズ進出が現実のものとなれば指名打者としてのレースの起用は難しくなるでしょうそのような状況を考慮した上での冗談 だったのかもしれません単に遊びだったとも考えられますが実際に現場やファンが大混乱に陥ったことを考えれば大成功と言えるでしょうこれは今後に向けたアイデアの一環だったのではないでしょうかちなみにレースはこの日の試合前に本拠地のブルペンで投球練習を行いわずか19で140キロ台の直球スライダーフォークシンカーを披露し 気迫ある投球を見せました投球後には今日は遊びだと笑顔を見せリリーフ陣を休ませる場面があれば自分は投げられると実戦当板に対する意欲を示しており不気味さを醸し出していますこの日の楽天戦は延長12回の末に3・3の引き分けに終わりましたがレースは9回1死から同点となる敵地2塁打を放ちその執念を見せつけました指揮官を含めファイターズの選手たちの心中には すでにプレーオフを見据えた戦いが始まっているのかもしれません。